阪神、マジック27。阪神は中盤以降に打線が機能し、連敗を2でストップ、優勝のマジックは1つ減らして27となった。また、この勝利で8月の月間勝ち越しも決定した。勝利勝利あれあれ。ほいかったでマジック27。青柳さん結局1失点かようやったわ。結局青柳は何やったんやろ。一悶着ある試合の次で大体やられたが分かつからな。今日は強打ファーストだったけどずっとそうであってくれ。昨日の嫌なゲームの後で今日勝ったのはでかい。なんかマジックってこんなに簡単に減るのな。3立てしなきゃどうにもなら勝った横浜は今日で完全に終戦やね。今週のノルマ2勝達成。小野寺小畑の活躍法も嬉しい。小野寺はこのまま外野手のレギュラー掴んでくれ。絶対に負けたと思ってたわあの初回とか。しかし青柳の試合で勝てたのは大きいな。よく粘ったもんだよ。まあ悪い流れは切れたと思いたいわね。これで明日は気楽に見れるわ。気泡糸井パインアメやめる。